体制に向かったんですね。僕、授業行かないで勉強するんですよ。え、学年の模試で何番に入ってる学校に入れるかって基準があるんですよ。東大模試を2回ぐらい受けただけで、はい、普通に名探偵と思って、はい、まあ、いけんだろうね。Hello there! 始まりました、ワテチャンネルです。今回はですね、なんとですね、四角スクエアのキトさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。ディモンズヘッドということですね。もう発音が良すぎてわかんないですね。いや、ありがとうございます。はい、ディモンヘッド来ました。四角スクエアというですね、オンライン学習のサイトがあるんですけれども、まあ、司法試験とか、司法書士とか、そういった法律系の難関資格と言われている資格を中心に、オンラインで学習ができるというサービスを運営しているものです。で、四角スクエアというのはサービス名なんですけども、四角スクエアチャンネルというですね、まあ、それの派生でいろんな勉強法を発信したりとかして、YouTube チャンネルも一緒にやっているというところになります。そうですね。概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。まず、いやもう経歴が凄まじいじゃないですか。その辺の生い立ちをちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、はい、どうですか、最初からもう勉強は。そうですね、好きだったのかな。あの僕、中学高校開成なんですけど、すごい、ボーンってね、そんな感じですね。そっちじゃないですか。まあ、晴れ晴れしかったですけどね、受かった時は。はいはい、開成はですね、小学4年生の時に、一之輪研という塾がありまして、はい、そこで無料でなんかこう模試なのかわからないテストみたいなの受けられるイベントがありまして、でそこで無料なんで受けてみようっていうので、うん、親がこう状態判断で受けさせたらですね、うん、まあ、結構いい点だったんですよ、うん、なのでそれでちょっと親がです、ね、その気になっちゃいまして、こいつ鍛えた方がいいんじゃないかということで、もともと受験する予定あんまなかったんですけども、うん、受験させた方がいいんじゃないかということで、地元の個人塾みたいなのがあったんですけど、うん、そこに行き始めたっていうのが、まあ、受験のきっかけですかね。おお、なるほど。でその後は、まあ、当時四谷大塚って予習シリーズって本がありましたね。 ありますね、はい、それを読んでですね、まあ、今振り返ると10歳11歳の時めっちゃ記憶力良かったんで、うん、読んだらすぐ覚えられたんですよね。おーおーおー、なんか問題編集とか別にしなくても覚えられたんで、まあこれでいけんのかなと思って、こうなんて個人塾に行きながら勉強して、でまあ開成に受かったって感じですかね。おお、なるほど。そして開成から、開成からまあそうですね、東大行ったんですけど、まあ、学部は何、あ、そうです、東大の文一に行って法学部に行ったんですけど、じゃあその辺のですね、うん、どうやって勉強したのかちょこちょこっと聞いていきたいんですけど、うん、はい、まずそうですね、開成の時はどうでした、やっぱ塾大変でした。ああ、塾はですね、基本あんま行ってないですね。あ、そうなんですね。ですね、中学1年生の最初の時に強く買って塾に1回だけ行ったんですよ。なるほど。で1回行って、別に強く買う悪口を言うつもりはないんですけども、This is a penとかのこう例文みたいなのが10個あって、はいはい、これを10個ずつ書いてこいって言われたんですね、次の授業。だから10かける10で100ですよ、はいはい、そうですね、100個例文って意味わかんねえと、これはやってらんねえぞってで親に反抗をしまして、はい、行かねえかな。なので1回になりました。すごっ。以来塾はですね、高校1年2年の時にちょぼちょぼと行ったりしたんですけど、はい、ぶっちゃけ塾がそんな好きじゃないんで僕、うん、なるほど。武田塾が嫌いってことですか？いや、そんなことないですよ。武田塾は素晴らしい塾ですね。なんでそこで武田塾なんですか？当時ないから。ないですね。そうですね。予備校とかも。予備校、あ、そう、大学受験の時は。いわゆる寸大可愛いとかですよね。はいはいはい。あ、そういうとこ行ったことないですね。おお、そうなんですね。じゃあ、独学？っていうか、まあ、開成の勉強です。あ、そうか、そうか。なるほど。もう開成の中で。当時はですね、開成の高校3年生の授業って、高校2年生まで全部終わってるんですね、開成って。数三数四含めて全部終わるんですよ、なるほど、文系だろうと。なので、高3の授業って過去問しかないんですけど、過去問がほとんど東大の過去問なんで、なるほど。なんですかね、もう、塾みたいなもんなんですよね。なので、まあ、行く必要ないっちゃ行く必要ない。なるほど。開成、すごいですね。もう塾みたいな学校。いや、そうっすね。あとみんな頭いいじゃないですか。はいはい、なんで、学年の模試で何番に入ってれば東大に入れるかっていう基準があるんですよ、大体。おー、なるほど、なるほど。で、文1だったら100倍以内、理3だったら10倍以内とかあるんですよ。はい。なので、それを目安にみんな勉強してるんですよ。で、大体それで入る、毎年。なるほど、なるほど。で、どうだったんですか、その模試の。あ、模試ですか。順位的には。最後の模試が一番良かったんですけど、その時はね、11位でした。
すごいよ、ね、結構いいじゃん、すごい、ね、文系で相当いいですね。そう、それが僕のピークですね。じゃあもう家帰ったら学校 その復習とか予習ですか。ああそういうことですか。それやんないっす、ね、やんないっす。家帰って勉強とかほとんどしてないっす、ね、もうじゃあ学校の直前期はさすがにしましたよ。高3の2学期くんちゃっけ9月からとかはまあしてましたけど、高3の1学期とかはほとんどしてないですね。もうじゃあ学校だけで成立。そうですね、学校の授業中に僕授業聞かないで勉強する。え？授業って回答をやるじゃないですか。はいはいはい。だからその回答を解説してる間に問題解くんですよ。なるほど、もう回答解説はいらんと。だから聞かないで、はい、問題解く時間だって設定して問題解いて、はい、先生が1問とか解説する間に3問ぐらい解きちゃう。ああなるほどなるほど。そうすると3問の問題練習したことと一緒じゃないですか、はいはいはい、でもし分かんなかったら先生が見りゃいいんで。なるほどなるほど。なんかそれでやってましたね。すごく珍しい。そうっすね。なんか東大行く人は不思議な人が多いですから。なんかなんていうんですかね、もう人の話をずっと聞いてるのが結構苦手なんで。なるほど、そうですね。もうさっきから会話してない。いや、してるんでしょ。結構拾ってあげてるよ。でじゃあ過去問だけですか。じゃあもう自分でやったの。そうですね。だから、模試を受けたことありますよ。その時代とかのやつは受けたことありますけど、それもなんか友達と昼飯かけて、その模試で上の順位だった方が、昼飯をおごられるみたいなやつやってて。いやそれで東大行けちゃうんですからね。いや、やっぱね、周りがね、頭いいんですよ。僕が頭いいとは言わないですけど、周りめっちゃ頭いいんで、なんかこう、こいつらに負けないようにやろうってなったら、やっぱりその、必然的に上がるんですよ。やっぱその錦織選手がフロリダ行って練習したらやっぱすげえ上手くなるみたいな、同じだと思うんですけど。すごいですね。自分は錦織さんだと思います。いや僕は単にテニスが好きなの。あのセンターは取れましたじゃん、はい、センターはね、国語は失敗したんですけど、はい、点数は満点だったんで、まあそんなに悪くない、超良くはないけど、740点弱ぐらいだったので、まあそんなにすげえ良くはないけど、まあいい方なんじゃないのぐらいですかね。二次試験の記述とかはなんか見せたりしてなんですか、先生でチェックスとか。ああ、ないっす。全然ないんですね。はい。東大模試を2回ぐらい受けただけで、はい、普通に見張ってたんで、はい、まあいけんだろうみたいな。はいはいはい。で、記述でも見てもらうとかありましたっけ。うわっ。もうですね、これもう低評価の連発ですよ、これ。やばいっすね。時間がなかったんですよ。はい、ちょっと説明しとくと、はい、僕理系だったんで、あ、そうだったんですね。高3は8月、7月末まで理系で、8月に分転したんですよ。なので、社会2科目が結構鬼門で、はい、逆に言うと数学とかほとんどやらなくても大丈夫だったんですね。はい、2B までなんで。なので、まあ日本史と地理取ったんですね。世界史と無理だなと思って、はい、日本史と地理取って、で日本史は、ご存知だと思うんですけど、はい、結構その知識の問題っていうよりは、そうですね、なんていうんですかね、こう思考力みたいな問題が多いの で、やってもできないし、やらなくてもそこそこできるみたいな感じなんですよ。だから60点でしたっけ、満点。中、なんか20点から30点ぐらい勉強しなくても取れるし、すげえ頑張っても35点ぐらいしか取れないんで、だったら英単語を覚えて英語の点数上げた方が早くねっていう、なるほど、発想で、日本史はそんなやってないですし、まあ、地理は結構勉強したら確か取れるような問題だったと思うんですけど、地理はそこそこやってまあ半分ぐらい取れるような感じにして、数学とその英語。あ、まあ、数学は強いですよね。そうですね。でしたからね。あと、国語の古文と漢文は、ぶっちゃけ実力っていうよりはちゃんと単語力ありますからみたいな話があるって、なので、そこで勝負するみたいな感覚でしたね。そうですね。いや、そんな感じで。かったんですね。いや、これぜひですね、参考にしてもらえれば。参考になりますね。とりあえず、日本史を勉強しなくても、そこそこ20点ぐらい取れるよっていうのは、多分参考になる。参考になるんじゃないかなと思いますね。じゃあ、結論から言うと、改正に行ける。改正は、すげえ有利だと思います。なので、逆に言うと、すごい地方の、あんまり東大生の合格者とか、配置してないところから来てる人って、本当すげえなと思いました。なるほど。中高そこそこ勉強したって言ったんですけど、はい、大学でですね、なんと勉強しませんで、はい、終わってんなこいつはと思うと思うんですけど、オート部というですね、はいはい、部活があるんですけども、そこでレガッタっていう、まあ、8人組のやつがあるんですね、はいはいはい、まあ、それの部活に入ったんで、もう結構大変なんですね。それに、まあ、青春をかけまして、はい、びっくりするぐらい勉強しませんでですね、多分3年半ぐらいやったんですけど、その間は多分人生の中で一番勉強しなかった3年です。東大にいた時が。
魔法学部と言われていますので、ね、司法試験その後受けてて、司法試験の必須科目とかもですね、当時単位を落としたりしてましたんで、あ、そうだったんですね、あれは負荷ついちゃったみたいな、4年の8月まで、ボートをやってて、それまでは司法試験は全然考えてなくてですね、どっちかっていうともうボートのことしか考えてなくて、ボート、ボート考えてない、ボート、ボートね、いや、ボートは乗ってないですよ乗りつくの大変だろう、ね、ボート行ってみねえよってなんかありましたね何でしたっけ、チコちゃん他のコラボチャンネルですね、はい、僕のボケカットされてましためっちゃボケてますから武田塾使わなかったからまだ使わせんと改正すげえ悪いと思う引退をして、まあ、勉強しようということで、はあ、まあ司法試験をまあ受けようかなと、まあ、消去法でして、そう、気づいたら就活終わってたんですね、4年生の8月で就活終わってるらしくてですね僕就活したことないんですよ、だから普通の就活したことなくて、で、もうやべえと、これは留年するしかねえという話になったんですけど、僕実は奨学金制度としてた人なんですね、で親がそんなにお金持ちじゃないので、もう改正に生かして多分力尽きちゃったんでしょうね、なのでもう大学入ってから生活費もう学費も全部自分で奨学金から払ってたんで、奨学金がなくなるとやばいです、生活できないんですよ、うん、なるほど。なので、留年すると奨学金ってなくなるんですよ。ほう。留年だけは絶対できないと思って。なるほど。で、当時ですね、天下の救いだなと思ったのはですね、ロースクールという、法科大学院っていうのがですね、2004年できたんですよ、うん。で、僕は2004年に大学卒業してるんですね。なるほど。なので、それを思ったら2003年なんですけど、2003年の末頃に、法科大学院っていうのができるらしいぞと、うん。そこに行けば、なんか司法試験が受かるらしいぞと。ということで、まあ、じゃあロースクール行こうと。なるほど。ということで、司法試験を目指し始めたっていうのが、まあ、4年生の9月ぐらいですかね。すごい理由ですね。魔法学部なんて法律分かんないわけですよ。うん、でそれちょっと恥ずかしいなと思ったんですね。うん、まあ、4ヶ月ぐらいですかね。猛勉強して、ロースクールに受かってですね、東大と早稲田の経営を受けたんですけど、はいはい、東大と早稲田落ちまして、はい、早稲田に至ってはですね、書類で落ちたんですね。4500人ぐらい出願しててですね、はい、実際のこうペーパーテストを受けられるのって600人ぐらいしかいないんですけど、はいはい、その600人に普通に入れるんだろうと思ってたら、はいはい、普通にその3900人の方に入りまして慶応の最初のロースクール、そうです、はい、それで慶応のロースクール行きまして、地下にある、おお、そうです、そうです、よく知ってますね、そうです、慶応の大学ですから、はい、あ、そうですよね、はい、なんですか、超劣等生だったんで、はいはい、全然3、4ヶ月しか勉強してないんで、はい、知識超曖昧なんですよ、はい、なので結構もう5、6年生し10年生しとかもいたんで、あ、そうですよね、その人たちに比べると全然知らなくてですね、やべえこれはと思って、まあロスク入ってからもまあそこそこやっぱ勉強しましたね、うん、なんで弁護士に行くわけじゃないですか、そうですね、勉強になりましたね、すごいですね、頑張って勉強して司法試験受かり、司法修習という研修があって、その後弁護士になったの26歳ですね、はいはい、あ、そういえばなんかプレゼントがあるらしいんですよ、ね、ああ、はいはいはい、やっぱ勉強してるときに暗記に困る方がね結構多いなということで、はいはい、私ですね超高速暗記術って本を出してるんですけど、はいはい、その本の中のエッセンスをまとめたですね、はい、暗記のための7箇条っていう紙を作ってるんですね、はい、でこれを森田さんのチャンネルから、はい、視覚付きチャンネルに来ていただいて、チャンネル登録をしてどっかの動画に、森田さんから来たよって言っていただければ、その方たち全員にですね、はい、この暗記のこその7箇所、暗記のための7箇所、これを差し上げますんで、うん、ぜひですね、視覚スケアチャンネルに来ていただき、はい、きっとうぜえなと思ったと思いますけども、もっとうざい感じになってる、視覚スケアチャンネルは。なるほど、じゃあ、もう一つチャンネルから来ましたということですね。はい、ぜひお越しください。はい、本日は紀藤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.